SCK ガールズミッション開始します。
とうございます。ありがとうございます。改めまして皆さんこんにちは。私たち産地直送気仙沼少女隊、略して SCK ガールズです。まずはメンバー一人一人自己紹介させてください。はい、遥か遠くからみんなのことを笑顔にしに来ました、ステフィーです。よろしくお願いします。ステフィー。はい、輝く一番星になりたいヒカリです。よろしくお願いします。ヒカリ。はい、もう小さくないけれど大きな笑顔をそのままに、ミサキです。よろしくお願いします。ミサキ。みんな、ルックアットミュー、私を見つけてミューです。ミュー。はい、ゆったりのんびりマイペース、 SCK ガールズのサキです。よろしくお願いします。サキ。はい、そして私が SCK ガールズのプリンセス破天荒マリカです。よろしくお願いします。マリカ。同世のみんなも自己紹介いきましょう。前出といて。はい、SCK ガールズ高校生の千花です。よろしくお願いします。千花。はい、SCK ガールズ高校生のみかんです。よろしくお願いします。みかん。はい、SCK ガールズ高校生のまおです。よろしくお願いします。まお。ありがとうございます。ありがとうございます。私たち SCK ガールズは宮城県気仙沼市を拠点に全国の方々に元気と笑顔を届ける活動をしています。はい、ということで本日は2月の SCK ガールズ定期公演、はいはい、何年続くの大演芸会、はい、はい、皆様お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。私も急遽だったところで皆さんご都合合わせて、あの会場の方に駆けつけてくださった皆さん、そして配信で今日はなかなか現地に来られないけど見てくださってる皆さんにも、今日はですね、私たちからの精一杯のハッピーバレンタインの気持ちをお届けできたらなと思っております。はい、現地でお越しの皆さんには私たちからちょこっとチョコバレンタインを皆さんにお配りさせていただきました。実は今日あのバレンタインの日以降メンバー同士で会うのも、うん、久しぶり、うん、久しぶりだね。久しぶり。ちょっとレッスンお休みのタイミングもあったりして、はいはい、ちょっと 1,2 週間ぶりぐらいにメンバーに会ったんですけど、メンバー同士で今日もバレンタインの交換会を、はい、実はこのステージの前にしちゃったりとか、ね、待って交換っていう言葉を間違ってたかそうだねガールズ作ってこなくて候補生みんな作ってくるっていうなんかすごい献上方式みたいな大変申し訳ない申し訳ない。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にしかもね、なんと候補生のみんな手作りで作ってきてくれたの、ね、なんか候補生のメンバーにの中にはあんな皆さんにも食べてほしいなと思って皆さんの分も持ってきてくださった子もいるので、うん、もしよかったら、はい、あの皆さんグッズ販売の時とかかな、うん、お渡しできればなと思ってるので、うん、ドキドキする？しない？しない？しない？はい、ぜひ皆さんあの受け取っていただけたらなと思います。はい、ガールズメンバーはその候補生のご好意に、はい、便乗して、はい、便乗して大きな声で、大きな声でハッピーバレンタインと、はい、お届けさせていただければなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんまずはね SCK ガールズのステージを通して、うん、楽しい2月の始まり、まあ、中日ですけれども、うん、はい、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思っております。はい、じゃあ続いての曲いきますか。はい、続いての曲、それでは続いての曲聴いてください。ジャンプイット。誰にでも飛べるよきっと、壁の向こうに未来の自分、会いに行こう、期待と希望ですよ。はいはいはい。
感じだったよ。いや、見て動揺隠せてないよ。楽しかったよね。そう、楽しかった。楽しかったから、OK! そう、オールオッケー、 Everything OK。 ちなみに今日この会場に、はい、2人の勇姿を現地で見届けた方、オンラインで見届けた方とのぐらいいらっしゃいました。お頑張っていらっしゃいました。とても頑張ってました。嬉しい、嬉しい。そんな2人によるただいまから楽しい話のコーナー。待って、楽しい話、はい、できるかな。できない。めっちゃハードル上げちゃったんですけど、はい、はい、楽しい話だって、うん、じゃあトークテーマ決めてちょっとプチコーナーとして設けたいなと思うんですが、はい、どんぐらい、え、どんぐらい話す、うん、500文字ぐらい。500文字。むずなんかむずいね。ね、最近2人が取り組んでることとか、うん、取り組んでること、はい、はいはいはい、頑張ってることとか、頑張ってること、はい、なんで勉強。おー、おー、これは本当、あの明日テストなんです。明日じゃない、月曜日テストがあって、はい、うん、月曜日テストがあって、うん、みさきは頑張ろうと思って高得点狙っちゃおうかなって思って、今頑張ってんだよね。さっきもしたんだよ。パパママ見てる？見てる？見てる？頑張ってるよ。この子。さっきもやってたんだけど。さっき勉強したさっき。ね。さっきみさきの姿見ました。
全然わかんなかったから、うん、そうサインシータとか覚えてるみんな、サインわかんない、サインコサインタンジェントみたいな、うん、そうそうそう、そう多分多分そうだよね、もう久しぶりそのファンの方がこうやってるのの気持ちに私がすごいなんか伊関は勉強頑張ってるんだ、うん、偉いでしょう、偉い偉い、偉い、振ってあげて振ってあげて、さきちゃんはどんなことを頑張っているの？私も勉強は頑張ってる、先週テストだったんで、おワーク2周するぐらいはまあまあまあ頑張りました。おでも今テストなんかより、テストなんかよりなんかテストなんかより先生見てる。テストより振り付けの方を今頑張って、おお、はい、ちょうど今サビいけるかなみたいなぐらいまで来たんですけど、ね、そうステージの前にそうみんなステージの準備してる間メイクの準備とかしてる時にさっきとここでえこうじゃない、えこっちの方良くない二人で作戦会議してそうやって振り付けを頑張って考えてました。今二人に一曲ずつそう振り付けをしてほしい曲っていう課題が命じられておりまして、ね、なんですよ、なんと美咲さん、なんと美咲さん、いっちゃっていいの、いっちゃっていい、いっちゃっていいの、はい、何にも決まってません。あ、はい、何週経った、それ課題もらってから2週間さっきは同じくらいか、うん、そうだね、もらってから、うん、もらってから2週間ぐらいから、ちゃんとさきちゃんは振り付け考えてきてたの、そうでもみさきちゃんは思いつかなくて考えてこなかった、難しいのか振り付けを考えて、難しいんだよ、努力はしたんだよね、そう努力はして、そうお風呂で1時間考えてたの、いいずっともう手入れねふやけちゃうよね、手入れ1時間も のぼせてたよ、ずっとけその心配になってくるねしかもなんならみさきはさんお風呂で考えていたりとか、うん、努力はして形にならないってもがいてるけど、いいじゃんってこっちこっちの手伝いこの振り付けいいじゃん、一回そう合わせてみようみたいなね、すごい勉強もそういうとこなんじゃない、そういうとこ、実はあの他の人のために何か動いてて、うん、自分のことがおろそかになるタイプみたいな、そういうタイプかもしれない、そういうことか、だってさっきさん勉強のワーク開きながら、うん、光に問題出してたよ。そう、そう。なんで？問題出される側なのに、あの勉強じゃなくて問題出してんの。なんで先生受けんのって思って。しかも問題文読めてなかった。そう。何？え、A ちゃんこの漢字なんて読むの？え、何これ？鈍角？え、A 角？みたいな。わかんないの？ね、わかんないの。心配。外に出すの心配。大丈夫。いやなんか遠征の時に美咲がどんどん喋れるようになってきて、うん、さっき本当に心配だったのがあの皆さん欧州ポテトってご存知ですか？出た、さっきの出たよ、出た、あのお隣の岩手県ね、あの、うん、名産というかあの名品スイーツみたいな感じでよく道の駅とかでも売ってるのを見たことある方いらっしゃると思うんですけど、スイートポテトめっちゃ私大好きで、そこの欧州ポテトめっちゃ好きなんです、うん、でちょっとバレンタイン作ってたんだけどレッスンの時間とかちょっとなっちゃったから、ちょっと日が経ったクッキーあげるのなんだなと思ってちょっと買い直しして、今日みんなに既製品でごめんねって言って欧州ポテト渡したら見てこれ欧州ポテトって欧州読めないのって思って、もう欧州ね、欧州、欧州、欧州って読むからね、あれ読まないよ欧州だよ、欧州、漢字は難しいけど、え、あれって奥って読むでしょ、いや、奥っていう漢字だけど欧州でしょ、あれなんで、ね、Why Japanese people? Why Japanese people?、ね、なんでこういう奥で読む方があるの、でもあの数え方とか難しいよ、うん、難しいでしょ、全然できない、全部は2で数えます、どのワンツがいつ、なんか一つ二つ全部はツーが数える、サンツ、なんかポンとかワとか、なんかそれはまだ頭に入ってません今日今日ってなんだろう、もうやだ勉強会これそうですね、あの勉強生配信、あ、やだ、英語なら自信あります、英語違うよ、この二人が勉強できるように、うん、あの見張られてるみたいな、やだ
見張られてるみたいな勉強できない。そうそうそう、定点カメラでうちらが音美咲さんペンを置きました、スマートフォン見てるスマートフォン見てるっていうやつ、さきしお菓子に手を伸ばした食べてるみたいな。本日2袋目で同じ。そういう実況、美味しい美味しい、実況生配信やろう。やろうか、やろうか。そしたら美咲女子もちゃんと勉強する。そう、ちゃんと高得点だったらまず、うん、勉強の成果として、うん、あの配信で美咲さん数学120点って報告。イエーイ、歴史3点勉強頑張って、本当に頑張るよ、はい、勉強頑張ろうね。じゃあ私はテスト終わったから結果が不安なんだ。あ、そうだよね、テストが終わっても結果が一番嫌なんだ美咲、ね、テスト返しが一番嫌いなの、ママに怒られるから。手応えとかないの、なんかこれはなんか あるよ、あるある。前回の家庭が手応えあったもん。おお、それで94点だったから。おお、まっ、あ、ね、うん、手応えあったんだ。いい、あれでなんか介護のところ、介護、そうそうそう、ヤングケアラーとか分かんないでしょ。分かんない、多分教科受けてないやつかもしれない、うん、まあ美咲だから専用教科美咲だから美咲だけの専用教科だから90点取れば。なるほど、そう、今回も頑張ろうと思って、同じ感じで勉強したらいけるんじゃないの、うん、そうだよね、他の教科も。手を聞いて、前回の課題が勉強してないんだ。あ、え、なんかテスト前の10分ぐらいあんのね。大丈夫、ママ見てるよ、本当に。あ、やばい。はい、ママ。あの人勉強してないです。全国に発信しました、この子。家庭科の先生見てる。見てる。やだ、ごめん。勉強してた。あ、してたね。してました。はい。うん、頑張ります。頑張って。下手なこと言えないと思って、もう逃げに走ってしまう。頑張ります。さかりさん、いい感じにこの子たち調理していきましょうね。はい、調理していく。このね、ツッコミどころ満載の。あ、ツッコミどころ満載。はい。もう、先輩だけど後輩みたいな。逆。先輩。年下の先輩みたいな感じじゃないですか。そう。そう。ガリトガにとっては。うん。今日、見て、お靴のね、赤いリボンをもらったんです。やふー、みんなお揃いなんね。これを、変えようと思って、うん、やってたんだけど、ちょっとよくわかんなくなって、うん、さきちゃんに、やってーって言って、やってあげた。上手でした。何しよう。今結ぶか。今気づいた。そうですか。はい。はい、何もないです。すっごい笑顔でこっち見ながら靴紐結んでるからさ、見せて、カメラこっちにやって見せたいよって思うんですけど、みんなさ、うちらの曲楽しみにしてんだから知ってる？何の話？話聞いてないそうです。ということで、こういうところが多分点数に加点されていくものかなというふうに思いますので、はい、ぜひ皆さん、学生も大人も入り混じったこのね、世代問わずいろんな、年代の子たちが今真剣にいるので、はい、ぜひ皆さん引き続き温かく見守っていただければなと思っております。はい、そんな息のいい私たちが続いてお届けする曲、こちらになります。通じなく、はい、いきますか、はい、覚えてる、大丈夫、テスト見てるよここ。それでは聴いてください、テスト、カツオの一本釣り。
よ満点返してます。いわしに目がないです。あったかい身が好み、春には白鳥、飽きないかしてそう歌う、群れないするかに歌う。曲も聴いてください。メリーゴーランド。Yeah.
お届けする曲はこちらです。聴いてください。イルミネイト。
おめでとうございます。曲次も大量発生の日です、ね、大丈夫ですね。確認しよう。みんなも確認してみて。大丈夫。自分の靴紐結ばってる。自分の靴紐大丈夫。大丈夫。怪我のもとです。本日のライブ2回私足グイッとしております。え、皆さんお気をつけください。ちょっとグイッとしてびっくりして、ちょっと一瞬止まってたところがあると思うので。でもさっきここでつまずいてたの見たよ。あ、見なかったこと。この施設の管理の人すっごい怒られそうだから。すごい音響機材さ、マイク、ん、見てないよ。あ、見てないよ。2だよ。2ね、ゆ、ワイキチさん。ワイキチさんね。知人ワイ、知人ワイ、知人になりたいワイですね。偉人ワイです、どっちかって言ったら。はい、あの本当にねマイク高いの分かってるんですけど、うん、練習した時から、はい、そんなの分かんなかったからさ最初、うん、マイクって校長先生がこうやってる持ってるもんだから、うん、そう、どこにでもある。そう、お値段なんて考えたことなかったものをですね、今もう何年も何年も使わせてもらって、はい、私が汚したら師匠が拭き、私が汚したら師匠が磨き、ゴシ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 、みんなが落としたら師匠がつなぎ、そうやってペタペタペタ物理的にもつながっておりますし、はい、実は、はい、いいですか皆さん。はい、大事にします。大事に、はい、マイクは大事に。はい、せい、マイクは大事に。はい、じゃあ次、師匠を大事に。はい、せい、師匠を大事に。はい、バレンタインなのでね、はい、はい、師匠にもいたわっていきましょう。ハッピー。待って、絶対こんなつなげの感じの曲じゃなかった。そうだよ。すっごいハッピーな浮かれた頭をお持ちの人ですよね。もう本当にね、ごめんなさい。謝罪謝罪謝罪。そうなんです。年長組がこうだと、中間が育っていく。イエーイ。そうやってね、あのいろいろつながっているわけですけれども、はい、いや、シーケガールズ本当にね、うん、あのいろんなところ立たせてもらって、うん、前回2人も2人きりで、うん、2人きりで頑張った。ね、能登半島の大震災のチャリティーライブということで、本当にね、あの私たちいろんな世代のメンバーがいますが、うん、あのいろんな世代ながらに今この町で住んでる、うん、意味とか。うん、まあ、そこまで深くは考えてないかもしれないけど、なんか気仙沼っていいよなとか、まあ、ちょっと好きかもみたいな、そういうおのおの知れるタイミングを皆さんとこういう場所があることによっていろんなきっかけが生まれてるなっていうふうに思ってます、はい、なのでなんかそういうね、私たちの一個一個のきっかけとか出会いとか感じながら、初期の曲も、うん、今最新で出てるステフィが作ってくれたメリーゴーランドみたいな曲も、うん、いろんな思いをこの時代とともに背負って SCK ガールズ進んでいきたいなというふうに思ってますので、最後の2曲は初期のシングル2曲の曲ですね、はい、まずはこちらの曲からお届けしたいと思います。聴いてください。リジェネレーション。I'm not afraid to die.
ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今日のライブ、はい、大大大終盤になりましたが、はい、最後に私たちからお届けしたい曲は、あ、こちらの曲になります。はい、聴いてください。てんてれん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 、せい、ハッピーバースデーとユー。あ、すごい、うわ、おしゃれ。てんてん、せーの、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアステディそう、1月の時点で SCK ガールズ定期公演があったんですけど、その時にお祝いしきれなかったメンバーが数人おりまして、はい、真央、はい、ちゃんが何月何日で何歳になりましたか。1月7日で11歳になりました。11歳。わー、そんなステフィは2月2日2月2日、ひかり何言ったっけこの前。3歳になりました。おーって言わなくていい。あ、パクったパクった。 SCK ガールズメンバー、まあ、ビッグベイビーだから。ビッグベイビーです。そう、はい、永遠の12歳。あ、12歳だった。3歳から12歳。12歳はティーネイジャーがついてないから、12は英語で12っていう、ティーネイジャーに慣れてないいつもの子供です。イエーイ。英語わからなくなったらすぐイエーイって言って。それが日本語だけど、なるほどなるほど。後でぜひゆっくり教えてあげるから。教えてあげる。ちょっと高校生組が英語できないという話。失礼しました。はい、ということで、実はね、あのココハも、うん、まだお祝いできてない。できてない。そうなの。なんですが、ちょっと本日お休みということで、この二人のお祝いを先に断定したいなと思います。恒例の SCK ガールズのプレゼントはこちらになります。ガーデン師匠さん。はい、じゃあステフィー真央さん、はい、この、ね、恒例のイオンの魔法のカード、魔法のカード、ね、イオンの魔法のカードをプレゼントしたいと思います。師匠のゴールデンカードです、はい、おめでとう。それで、今年度は、今年度はステフィーでラスト、ラスト3月の誕生日います。んいないよね。いないってことはステフィーが一番年度で言うと SCK ガールズメンバー最後のお誕生日の子、はい、お、あ、はい、うん、ステフィーのSCK に入って何回目の誕生日ですか。あ、おまいがし、待って、3回目 ?4回目かな。 4回目くらいかな、かな、はい、待って待って、まあまあ、ね、年齢はた12歳から年は取ってませんがいいな、その数え方真央さんは11歳。去年誕生日のバスでやってる、 やってない。まだやデビューしてないよね。初めて、はい、初めてのバスでということで、yeah. じゃあ2人にはですね、それぞれこの5年間だって、なんか 入った時のビデオ覚えてますか。あ、 YouTube で新メンバーの発表して、その時に正しい あの、ね、そうじゃん、投資が言っちゃって、でもその言っちゃって悪いことみたいなね。その年ね、はい、いつしか魔法の年を言うようになりましたね、うん、魔法の年、はい、はい、ということで、誕生日を迎えたステフィーと真央から、はい、今年このね1年の抱負というかね、うん、どういう1年にしたいか、発表してください、はい、じゃあ真央さん、ガールズになれるように、うん、ダンスや歌をもっと覚えることです。うわー、頑張れ、すごい、頑張れ、お願いします。ステフィナは？もちろん。うん。うん、ステフィナはなんか SCK のためにいろいろなやりたいことがちゃんと、うん、ちゃんと最後までやりますように、うん、みんなに発表できる前に頑張りたいと思います。うん、はい。待ってください。頑張ります。あと曲もたくさん作りたい。
です。以上、ステピーでした。はい。ありがとう。ありがとう。イエイイエイ。ステピーです。まず、魔物で、グッときましたね。皆さん。永久保存版ビデオ、はい、魔法が大きくなった時にこのビデオいつか見るのかな、楽しみだね、楽しみYouTube その時まで残ってるといいな、ね、ね、ね、確かに、ね、DVD に焼き込もう、お、その時は全部 AI で見るのかもしれない、なんかハイテクね、ハイテク、ね、きっと気仙沼で一番ハイテクなものが集う場所使える魔法カードで、いっぱいハイテク使おう、はい、え、プレゼント魔王って何もらった今年、サンタさんじゃないのかまあまあ覚えてるリュックサックだ、かわいい。ステフィーは自分のために何かプレゼントみたいなのしました、もらったもらった、もうだし自分へのご褒美、今日のメモとか、あ、自分へのご褒美みたいな、あ、どっちでも誕生日に自分と自分のプレゼントも OK だし、誰かからのプレゼントも OK だし、まあ、今日マリカちゃんから素敵なカバンもらいます、あ、ううそう、あれがカバンね、あと、マオちゃんからだったよね、この可愛いやつ、違う、ネガミカだっけ、あれネガ、あれ今日ステフィンにプレゼント出した、はい、プレゼントしました、素敵な、そう、サキちゃんからリップ、今ついてるリップもらって、はい、うん、あれこの素敵なハートのやつはマオリカン、マオちゃんミカン、タツナ助けて、チハナ助けて、それともワオカン、ミカン、ミカンだったから、ミカン、誰、オマイガー、誰だ、真っ白くのどっちで何も入ってません、ミカン、マオじゃないよ、マオだった、ミカン、あ、正解ですか、はい、オッケー、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、いいの本当にそれで合ってる、合ってる、合ってる、言ってくださいよ合ってます、合ってる、あ、よかった、はい、危ない、失礼しますステフィは覚えることがたくさんだねビッグベイビーどうした一気に成長しましたね、はい、ということで皆さん、この2人の今後の成長も、はい、見届けていただきつつ、うん、来年度も誕生日は誰にだって平等で1年に1回来るスペシャルな日なので、はい、皆さんと一緒にスペシャルな時間を、うん、なんか奇跡的にほぼ毎月過ごせるような感じになってますので、はい、皆さん来年度もよろしくお願いします、お願いします、じゃあ2人ともすごい振り回して飛んじゃうとあれだから、一回、危ない、はい、ちょっと置いていこう、サイドに置いてくる、うん、お、うん、電気先、いや、さ、最後の曲、本当の最後の曲、はい、はい、はい、ちょっと皆さんのことを動揺させてしまって大変申し訳ございません、はい、最後にお届けする曲は先ほどと同じくリジェネレーションと一緒に私たちのデビュー曲として歌っていたこの曲です、聴いてください、ありがとうの言葉、I'm not afraid to die.
がとうございます。ありがとうございます。明日は、うん、仙台で、ね、はい、ライブがありますので、もしもしの方、うん、ぜひ、はい、一緒に来れない子いる？はい、みさのすけお休みします。お勉強するます。お勉強するます。勉強が必要な語学のな、はい、旅に出てもらおう、はい、ということで、フルじゃないですが、みさき休みの5人メンバーで明日の仙台は、はい、行く予定になっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。名残惜しいですが、以上 NCK ガールでした。それではまたどこかでお会いしましょう。せーの、うんでますねー。